ワンナイトだ。スイちゃん、どうもスイちゃんです。皆さん行きますよ、日常。どうも、坂田です。はい、ということで、で、今回どうやって発表するかっていうのは1品ずつちょっと出してもらう。1位でみんなで出す、2位、たまに出してっていう感じでちょっと出していって、で、最後にまとめて見てどういうコンセプトで買ってみたのかっていうのをちょっと聞きたいなと思います。はい、ということで早速いってみよう。いいですか、皆さん。いいですか。一品目。ハイボール。油そば。塩おにぎり。はい。あ、逆になってる。二品目。ハイボール。極みカフェオレ。キャベツ。チキンキャベツ。3品目イカ塩辛極みカフェオレ。8品目のさっぱりサラダ。はい、4品目お、梅しそサラダ。名古屋コーチン卵黄おにぎり。枝豆と塩昆布のおにぎりですね。私終わりました。終わり。おお、たまにで終了です。はい、5品目。はい、ウコンの力。水分多いね。揚げなすとネギのお味噌汁。はい、6品目。めっちゃ買うやん。ないです。もう唐揚げくんレギュラー。7品目。すげえ、めっちゃある。天然水。おお、はい、これ意味があるじゃん。え、まだあるか。8品目。食われへんの。バフードレッシング。おお、はい、ということで、これ以上でございます。水道くんセット取りましょうか。はい、まず水道くんといえばアルチューということで、うんうん、お酒が好きだろうということで、おー、で、まあ、ハイボールを2缶買いましたね、これね。はい、酒好き、まあ、酒好きという自負があるので、うん、お酒担当ですよね、ワンダイトルだとね。そう、だからこれは喜ぶぞと、酒を買えば。で、あのね、塩から2個もあるから、うん、これお得や。お、1缶に1塩から1缶1塩からね。で、彼なんか鍛えてるって言ってて、うん、要はサラダチキン買ってるなって思って、うんうん、でサラダチキン与えとけば喜ぶだろうで、まあ、結構お酒って高いからさ、うんうん、なんかサラダチキンの中で一番安かった梅しそ。ああ、なるほど。買いました。で、ここが僕の思いやり、うん、ウコンの力。これでこう体をリセットにしてもらおうと。ああ、二日酔いとかしないよ。そう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 、うん、ということで、これが多分一番高かった。え、あ、そう、意外とこれがするかな、多分やったかな。僕はそういうコンセプトでやらせていただきました。なるほど、思いやりの水道セット。はい、思いやりの水道セットです。おお、なるほど。で、僕ちょっと今日ね、とあるものをね、ちょっといただいた。大葉とね、シシトウがあるんですよ。ちょっと家庭菜園してる人いただきまして、これもちょっと塩辛と一緒に大葉をいただいてそれとなんか自分で持ってきてたみたいで、ね、飲みたいと思います。ね、はい、はい、僕が買ったのはですね、まずメイン、これ有名なブブカさんの油そば、うん、これ実はこの動画で集まる前にちょっとあのなんか油そば、あの、何、今日の夜何食べるって聞いた時になんか油そばとかあるからみたいな、その食べたいとは言ってないんですけども、なんか口走ってたので、あ、結構気になってるなと思って、気にはなってた。ちょうどコンビニで見つけたんで、うん、これをメインに買いました。ありがとうございます。で、こちらですね、炭火です。何それ。炭火焼き名古屋コーチンと卵黄。うまそうやん、普通に。
通にうまそう。なんか甘いもん買ってもいいかなと思ったんですけども、うん、なんか甘いもん食べてるイメージがあんまりなかった。あ、そう、うん、なんかどっちかというとおかず系のがっつりっていうのを食べてほしいということで、あったあった、うん、あった、もう買おうかなって思った。それうまそうやな。自分普通に買うんやったらそれ買ってた。ああ食いたがってるよね。嬉しい、ね、まあ、あれやけどな。嬉しい。で、ここですよ。それなんひねってんのは。まず極みカフェオレ、これアイス、ちょっと伝わりにくいですけど、これアイスです。アイスなんですか。ちょっと話しましょっていいですか。ほんまアイスよね、うん、これは、逆にこの食べ物がしょっぱい系なんで、なんか甘いも欲しくなるかなと思ったのと、コーヒー飲んでるイメージがあんまなかったんで、探すのは僕はなかったんで、新しい挑戦、いや別に俺苦手じゃない、挑戦ということで、キランカフェオレ。で、もう一個これ、もう一個はこれ、ホット3人目ですけど、あったかいです。冷たいのとホット、ホットです。あ、でもあったかい、あったかい、ちょっと時間経ってるからやけど、ぬるなってるけども、これは体を冷やさないよって思いやりです。トリオ感大事じゃないですか、うん、なんでその証しにハムやつがよかった。カフェオレ、はい、一緒のこれじゃないやつ、今日は寝ないぞっていうカフェイン、そういうの入れていきましたね。じゃあこのセットが僕のセット、まあ、食べ応えがあるんじゃないですか。ありがとうございます。はい、はい、ということで、水道くんの、はい、僕がね、カジカのために買ってきた、これね、テーマがありまして、はい、健康のいい朝食みたいな、よりですね、今、はい、でもまあ、体にいいっていうのはやっぱり、うん、コンセプトにしてきました、はい、で、まず、飲み物ですね、はい、水です、はい、これ、なぜでかいかっていうと、はい、ローソンさんって108円なんですよね、ちっちゃい500ミリって、で、これ、大きくて112円なんです、はい、4円しか変わんないのに、大きさ4倍。これお得ですよね。ということで、ともう一つ意味があって、これ味噌汁です。お味噌汁です。はい、うん、で、お味噌汁、まあ、飲むのにお湯って入れるじゃないですか。で、これ使ってもらったらなと思って。水つかむやん。水道も全部飲むんじゃなくて、飲んでもらってもいいですし、こっちにも使ってもらう。はい、でも健康なんで、水道水使わずに天然水、ミネラルですね、飲んでいただくということで。納得なそれは。で、塩にぎり、まあ、これちゃんとね、炭水化物として、で、主食、はい、ね、ご飯もちゃんと取ってもらって、お普通の塩にぎり、これ白ご飯のメインにします。はい、で、枝豆とこれ、ちょっと体に良さそうだったなって。塩昆布と塩昆布というおにぎりでございます。はい、で、やっぱり野菜も必要ですよね、はい、ということで、キャベツ買ってきました。こちらなんとね、値段がね、安かったんです。130円でございます。キャベツすごく体にはいるよ。で、やっぱりね、キャベツをそのまま食べる人っていないと思うんです。そんなあなたにこちら、一応思いやりだ、和風ドレッシング。これはおいくらでしょう。こちら、なんとこちらが、ね、31円になります。はい、31円。今日はセットで160円ぐらいですね。うん、はい。ね、うん、やっぱり、日本のやっぱりご飯っていうのは、また野菜これでもあると思うんですよ。やっぱ給食でも絶対あったと思うんですよね。給食ちゃうやん。はい、やっぱ思い出していただきたいということで、ちょっと美味しそうな。そうやけど、はい、買ってきました。老人で、やっぱり、健康的ね。老人の飯や。体のことも気遣いながらも、やっぱちょっと、油っぽいものが欲しいということで、うん、ローソンさんといえば唐揚げくん、はい、ということでレギュラーの方を買ってきました。はい、無難にね、はい、以上で、まあ、バランスがバランス取れてすごく美味しい、ね、1000円では結構一番量多い、できました、うん、はい、お水もついて、お味噌汁もついて、そしてご飯もありの野菜ね、なんか野菜もありの副菜もあります。はい、ということでこんな感じで、はい、なるほど、考えられてます。ファベル